ちなみに MP7 はバルベチョスにありますよ。 MP7 はバルベチョスにある。バルベチョス、バルバルバル、ああ、ここか。あのモンテュヨックから北の方向か。ああ、ならまだしばらく行くことないかもしれないな。今下の方からやってるからな。うん、情報が2箇所。トラック襲撃を先にやっていくか。で、その道中に重要情報が1つ。オッケー。トラック襲撃、正確にはまあトラック襲撃じゃなくてトラックを見つけるか。そのああ。うん。うん。行くぞ。あ、車ね。これクラクションなんないんだこれ。ないんだな。さっきの車タイヤでかかったからいいオフロードカーだったんだけどな。これはもう乗用車だわ。おっとあれ、ユニダットかあれ。うん。うわ、これユニダットだな。めんどくさ。これ全部ユニダットだ。でも情報だから回収しないと。まあしゃあないってことはもうね、銃撃戦はやめた方がいいな、ここは。そんなことできる？いいね。はあ、ドローン展開。で、あれ、これユニダットの人だ。ターゲットがいる。要するに通信されなきゃいいんだよな。倒した。はい、まあ、なるべくしゃがんで移動しようか。サブマシンガンを持った兵士がいる。積まれたタイヤのあたりに。あー、発電機あるからこれ壊せば大丈夫だ。あ、あるじゃん、警報あるじゃん。あ、警報もあるな。あ、警報壊すわ。ちょっと待って、もうちょっと索敵させて。危ない。そして P90 はラクルスにあります。ラクルス、 P90 はラクルス。おい、警戒されてね。されてる。おおで、まださ敵の真ん前にしゃがんでたんだから教えてくれよ。ん？ああ。これこの上、ね、あ、いたいたいた。塔にスナイパーがいる。うん。スナと、あと一人。多分まあ建物らへんか。ただ砂のやつはね、こっちの方向を向いていない。うん。待って、警戒？バレなさそうかな。警戒されてるって出てるけど、誰に警戒されてる？あ、溶けた。まだ大丈夫だ。ああ、もう一丁ドローン。ユニダット兵を2人確認。タイヤが積まれてるあたりだ。ああ、見えた。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。ああ、オッケー。警報壊しちゃいたいな。うん、俺壊せるよ。壊しちゃって。はい。オッケー。あ、一人警戒したな。バレちまうぞ。上のスナイパーをやれそうだ、こっから。オッケー。あれ、あれ森蔵なのか。敵を排除した。警戒はされてるけど、まあバレてはいない。警報の故障だと受け取ってくれ。あ、出てくるか。あ、警戒解いた。おう、あと4人か。どっかこの辺入れるところ。あ、詰まった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 。ん、詰まった。あれ、待って、これ、あ、おっと、おっと、これはここにはまった。この中にいる。この中に出れない出れない。あ、本当だ。ハマった。何や、じゃあもうこっちにファストトラベル。オッケー。これ一人でプレイしててハマったらどうしようもなくなっちゃうよね。もう罪だわ。ただ二人だからなんとかなるけど。
本当に離れた。うん。でこの間に二人中に戻ってきたな。戻ってきちゃったね。まあでもこれで全部なんだろう敵は。まあそうだね。もうこんな時間だからそろそろ就寝タイムに入る。入ってほしいな。これはええか。他の村にトラベルしかありませんね。あ、待って、情報、外、あ、中じゃねえか。中だよな。で、敵もまだ別に建物の中に入ってるわけではないな。一人プレイでやってたらね、ああいう風にはまっちゃったらもう、村に、近くの村かどっかに行くしかないもんな。それはちょっと困るんで、あ、こっち来るか、あの敵。一人離れていったな。めんどくさい。ああの一人睡眠に入ったが。お。倒した。ナイス。おいおいおい。おおおお。ばらまきすぎだ。弾を。そこにもいたか。危ない危ない。あ、やべ。無理やりすぎでしょ。オッケーオッケー、何も問題はない。ゴースト部隊の風下にも置けない。よし、よくやった。多少の物資と情報だ。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。スキルポイントもあるな。エルチドの車を運ぶ、あるね。輸送車のルートとスケジュールが書かれている。行くぞ。なんかね、あのこの辺のさ、その、うん、情報っていうか、まあ、こういう敵のさ、こういうなんだ、内部情報に関わるものは全てああいう書類で書かれてるよね。スマホがあるのに。これが表彰本当な。やっぱりアナログ的な電波はハッキングされるから危ないっていう感じか。あ、そういうことね。よし、では次の目的地だが、これだ。どれだ。ダロード中コンサートの宣伝トラックを利用して始末する。すぐそこだ。盗めばいいだけよ。あ、すぐそこでもないのか。なんか一人だけ残ってる な。待って、これ面白いんだけど。これちょっと待って。おお強そう。おお、マリオカートみたい。マリオ。サブマシンガンを持ったユニダット兵がいる。敵が、あ、寝てるね。おねんね。くんない。仕留めた。もう一人。おやすみ。もう一人いるな。あ、まだいんの。車ブンブン。あ、いた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 。よいしょ。ナイス。じゃあその車の運転で行く。わっ。おっつ。そのまま運転していいよ。あ、いいの。たまにはね、助手席に。オッケー。なんか乗り心地は悪そうだなこれ。いやでもオフロード最強じゃないかこれは。危ない危ない。あ、でもここまでだ、降りるぞ。お、待て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 。すげえ音それ。さて、なんかここ警報ありそうには見えないけど、まあとりあえずドローンで周辺のスキャンだ。あ、メダルあるじゃん。メダルある。あれでもこれほとんどなんか下水処理場か何かか。ここはそうっぽいね、見た感じ。来たことが奴らにバレる前にこっそり盗んで抜け出すぞ。敵発見。ボーマンはそいつを盗んで爆薬を積んだトラックと取り替えてほしいそうだ。目的は宣伝用品の破壊。気づかれないように注意してさっさと片付けよう。そう、ここはね、
トラックを気づかれないようにこっそり入れ替えるから気づかれることが許されない、うん、でも殺傷は許される。ターゲット排除。はい、ナイス。もう一人発見。ユニダットのヘリが巡回してる。何ユニダットん、ユニダット、めんどくさいな。あ、後ろから接近してる。隠れる。あ、やべやべやべ。おおお気づかれた。何をした。今のはね、すごく、ボタンの打ち間違いで、あれですね。あの、俺、R1 と2入れ替えてんだよね。あ、そうなの。それでさ、R にすごい お刺さりやすいじゃん。はい。それによってフラググレネードがポイッと。お前は退職金なしだ。ひどい。あ、いたいた、真上だ。おお。待て、伏せろ、あ、待て、伏せろ、伏せろ、伏せろ。左、左、左、左。おい。だからちゃんとドローを出せって COD じゃないよこのゲームは。気をつけます。お前は退職金どころか金払ってもらうぞ。ユニダットのヘリが巡回。またユニダット来てる。あー、危ない危ない。気をつけろ。あー、ちょっと待って、ここさすがに気づかれないのはきつくないか。で、伏せろ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 伏せて、バレてないバレてない。いやー、ええ看板屋さん、こんばんは。あひよこさん、こんばんは。そりゃねーぜ。ユニだったのぜだろ今のは。くそ。だからああいうこともありえるから、捨てる、せめてステルスするときはちゃんと策定をしてから、はい、基本だから。はい、だから森蔵を切ろと。森蔵切るかな。でもめんどくさいなもう今は。いやいやいきなりユニだったよ。もう突然やってくる。光を追う展開。見えない。検問所の近くだ。二人目のターゲットは発見。まあさっきの場所までは大丈夫。うん。あれ頭か。うん。は。敵を排除した。ドローンゴー。はい。おお、びっくりした。なんで民間人こんなとこに。民間人は殺してはならない。やむを得ない時以外。あー、このなんか敵グループを発見。タンク3つあって、あー、敵もいる、うん、ちゃんとあそこにもいるぞ。これはもうミスは許されないな。敵グループを発見。車っていうかトラックだからね、バレやすいわ、うん、きっと。だよな。もう一人発見。もう一人発見。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。ナイス。あー、危ない橋は渡りたくないからね。でもどうだろうな、あの上のこのタンクのところに4人敵がいるけど、こいつらを無視してこの今入ってきた方の道を全て敵を殲滅してゲートを通って、まあ、こっちの方を出ていくっていう。あー、オッケーオッケー、そっちに感じていくか。オッケー、右の方から移動していこう。
てこの敵をやるかな。初見、はい、初見さんいらっしゃい。待て待て、あ、これ一般人か。ちょっと一般人邪魔くさい、どけてどけて。オッケー。でもこっち本当に誰もいないな、うん、だからこっち運んじゃうのが一番いい。この物資で、こっちのモヤも確認しよう。モヤ、ああ、オッケーオッケー。シナリオは GTA オンラインみたいな感じ。シナリオはね、なんだろう、ま、我々は雇われた傭兵で、このボリビアのあれだ、うん、まあ、コカインだとか薬物絡みのそういう組織を根っから破壊するよっていう雇われた兵士たちです。まあ、特に至ってシンプルだよね。うん。そんな難しい、そんな難しい話ではない。とにかくやることは一つだ。敵を倒していく。うん。この二人はやろうか。ひとまず。うん。近づきすぎるなよ。どうしようあれ。二人で詰め込んじゃうか。うん。ちょっと待って、こっちの窓に移動するわ。あ、入り口。あ、オッケー。オッケー、準備はいいか。俺2番やるわ。1番を重点的に頼む。オッケー。オッケー、よーい、スタート。ハンゴダウン。バキ。危ねえ、バレかけた。うん。ここ気づかれちゃダメって結構難しいんだよ。よし、じゃあ次はこの2人だ。はい。あ、1人がこっち接近してる。おっと。GTA オンラインみたいにパシられたりしないんだ。まあ、特にパシリはないが、うん、パシリはないよねこのゲーム。うん。コープで一緒に遊んでる人をパシってもらうことはあるかもしれないけど。まあ。ウォッチの時ドローンでシンクショットして直後にドローンをしまうと死体が一瞬で消えたりするんですよね、わら。ああ、ウォッチで遊んでたらね、ドローンでシンクショット指定してドローン直後にしまったりしたらね、死体消えたりするからね、一人プレイって本当に最強なんだよね。マジか、死体消えんのかよ。ただね、面白みがなくなっちゃうから。一応ああ、まあ本当に作業ゲーになっちゃうね。オッケー、ね、2番がね、こっからだと攻撃できる。うん。あ、2番歩くか。1番やれる？うん、やれる。ちょっと待って。あ、1番動いてる。あ、動いてんね。あ、止まってるわ。オッケー、2番やれる。あー、待って、また動く。あー、また動いちゃう。落ち着きがない、落ち着きがない。ちょっと待てよ。あ、まだ移動するか。うん、1番は動きなし。うん、オッケー、止まってるわ。オッケー、2番やる。はい、ワン、ツー、あー、あ、撃っちゃったじゃん。セイヤー、ナイス。お前は落ち着きがないんだよ、2番。よし、あとはね、さっきの建物の方にいる3人だ。はい、あそこちょっと難しいな。うん。ね、あ、無視やった。あの人は、ぼっちはクリアできるの。ぼっちはね、ぼっちっていうか、ぼっちの時はね、NPC が3人ついてね、その人たちにね、誰々撃ってって命令することができるからね、むしろね、ぼっちじゃないや、ぼっちはめちゃくちゃ楽に。クリアできると思うけどね、面白みがちょっとなくなっちゃうかもな。出た、あ、1人出てきてるよ、この人。待って待って待って、走るな走るな走るな。やった、危ない。走るな。いや、ちょっとサイレントランがあったから調子乗っちゃった。
まず2人。はい。いや、1人上だから、まあ、大丈夫か。いや、無視はできるのはやつ。まあ、筋トレしてるよ。あぶね。倒した。はい、下もやった。オッケー。他の歯が掘られてる。メダルゲット。お、メダル欲しい。コープは VC での連携がメインみたいだね。そうだね、 VC がないとちょっと連携は難しいかな。一応こういう風に命令もあるけど、よくやったとか、野良でもできるみたいだけど、野良でもできるけど、野良はちょっと難しいと思うな。だって野良で多分4人みんなバラバラですよ多分、資料だ。エルか、エルなんとか、賛美歌でも歌ってんのか。そうではない、よく聞け。うちとあれ、弾薬回収はできない。まあいっか。ブラックが止めてある格納庫だ。来たことが奴らにバレる前にこっそり盗んで抜け出すぞ。宣伝トラックを発見した。これだ。ちょっと待ってね、まだまだ乗んないでね。爆薬を積んだトラックと取り替えてほしいそうだ。目的は、あ、時間制限がある。あ、もう時間来てる。早く乗れ。はいはいはい。あ、前行かないといけないんだ。しゃあない。押し切れ。音楽は後だ。急いだ方がいい。まあ、さっさと合流してに行って、気づからないうちに、片方のトラックが。詰まる。危ない。もうちょうどこの先ストーリーもあるし、武器も。これ一度受けたミッションは、またやる。よーし。あれ、ストーリーから外れてるよ。あれ、ああ、オッケーオッケー。一度受けたミッションはまたやれるの。確かできたはず。ん？ストーリーは？あ、あのね、進行、まあ、ストーリーはもちろん進行してるけどね、あのメニューからね、ミッション選んでね、またもう一回やるっていう選択肢も一応あるの。まあ、あるんだ。あるよ。知らんかった。おっと、危ない。あ、これ2分ってあるけど、全然余裕だな。余裕だね。上の4人は無視して大丈夫だったし。で、取り替え用のトラックってもしかしてこれかな？多分これだな。これ戻してきてとか頼まれるかもしかして。ああ、それも含めて2分かな？じゃないかな。降りる。降りて。急げ。トラックを借りて戻るぞ。これでいいのか？ああ、やっぱりそうか。この人誰？おいアミーゴ、トラックは用意できてるか？お前のスペイン語は英語と同じぐらいひどいな。用意したぞ。司法を積んだが、共産主義者直伝の一品だからカーブは気をつけろよ。あ、そっか。あ、てかまだ時間、まだ時間、ちょっと待って待って。そう、早く行って早く行って。いや、のんきに喋ってたこっち。何度でも同じミッションを受けられるってこと。あれ待って、あの人とちゃんと喋んないとダメなのこれ。マジか。あ、じゃあ俺運転席に乗ってるわ。オッケーオッケー。てかもう先ちょっと進んでていいよ。うん、オッケーオッケーオッケー。お前本題に戻る。お前のスペイン語はまた最初からかよ。くそー。シーフォーを積んだが、共産主義者直伝の一品だからカーブは気をつけろ。あれ、こっちでよかったっけ。待て、ま、迷うなよ。あ、こっちだわ。オッケー、会話終わった。ほいほい。オッケー、そのまま向かってくれ。うん、あと19秒だ、18秒。ギリギリ。間に合うか。10秒かな。はーい、いけそうかな。急げー。はいはいはい。よし。ナイス。危な。ちょっと待って、敵いる。待って、気づかれるなよ。これ。車置いて気づかれずに逃げて、そのまま。こんにちは、初見です。はい、初見さんいらっしゃい。いけたわ。間に合わなかったらどうなる？間に合わなかったら多分、また最初からやってねってなっちゃう、これ。ちょっと、それはめんどくさすぎる。よし。これ今までので一番結構大変なミッションかな。かなり緊張感あった。
ありがとうございます。よし、これ OK だ。お次はね、じゃあコンサート会場行ってみるか。楽しくコンサート、おい、楽しく。あーそっか、ぶっ壊すのかな。そうそうそう、台無しにしろと。馬マルカでのコンサートはエルチドとサンタブランカの広報活動の目玉となる。コンサート会場を破壊すれば活動は大幅に遅れ、エルチドとカルテルは恥をかくことになるだろう。ほう、ここ最近ミッションで恥をかいてるのは我々だけど。高評価とチャンネル登録ありがとうございます。あ、ちょっと待ってね。うん、先に武器回収に行こう。パーツケース、あー、よろしくお願いします。武器回収よろしくお願いします。パーツケースかな、あれ。あれストーリーのすぐそこにあるやつ。そうそうそう、 AT。 あー、うん、オッケーオッケー。反乱軍車を寄せ。バック係に乗り物を頼む。おお、今回はいいとこ。上から降ってきた。おっとっと、いいよ、ちょっと